2021年4月に短期大学部から文学部へ編入した寺島ちかりです。同じく短期大学部から国際コミュニケーション学部へ編入した半家りりかです。今日は詩人丸山薫先生について取材していきます。はい。私は卒論で扱ったけど、もっと詳しく知りたいです。豊橋の著名人なので、いろいろ興味深いです。丸山薫先生は愛知大学の教授もされていて、短期大学部の学生歌梢の歌の作詞もされています。60年以上の歴史のある短期大学部と関わりがあるなんて、より興味が湧いてきました。安先生、今日はよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。ではまず安聡教授のご紹介をさせていただきます。愛知大学短期大学部の教授安聡先生は、日本近代文学が専門で、著書丸山薫の世界や丸山薫に関する論文を数多く発表されています。では丸山薫先生の生誕から学生時代のことを教えてください。丸山先生は、1899年に、九州の、大分市でお生まれです。丸山先生のお母さんのご実家が豊橋にあったんですね。それで豊橋の方へ戻ってらっしゃって、丸山先生の本籍地も豊橋ということになります。そうして、豊橋で小学校を卒業します。で、その後で当時の旧制第四中学校、今の自習館高校ですね、そちらを卒業することになります。では次に、上京してからの暮らしぶりについて教えてください。愛知県立第四中学校を卒業した丸山先生は、海へのロマンティックな憧れの気持ちから船乗りになろうと思います。そこで当時の高等商船学校、今の東京海洋大学を受験するんですね。そのために一家で上京します。で、最初の1年はまあ浪人してしまうんですけれども、まあ、見事にまあ試験にパスして高等商船学校に入るんですが、当時の高等商船学校というのは海軍の予備士官学校を兼ねている、つまり海軍式の軍隊の非常にまあ訓練の厳格な学校だったんですね。けれども、丸山先生はもともとそんな訓練に耐えられるような体質の方ではなかったので、結局ですね、退学せざるを得なくなってしまいます。今度は、京都にあります第三高等学校に入学します。これは今の京都大学ですね。そこで生涯の詩の友人となる有名な詩人になります三好達治や、あるいは小説のレモンなどで今はやはり有名になっています梶井元次郎などと友達になるんですね。ただそちらもですね、薫先生は1年落第ちょっとしてしまったりもしています。その後今度は東京帝国大学の国文科に入学することができるんですね。これは今の東京大学ですね。で、在学中にですね、まあ知立の染物問屋のお嬢さんだった、高井美恵子さんと知り合って、結婚します。結婚はしたんですけれども、東京大学の方はですね、そのまま中退しちゃうんですね。ですから丸山先生というのは、まあ、当時の高等商船学校や今の京都大学や東京大学に入学する本当に実力がある方だったんですが、何かどこか挫折感を抱えていたようなところがあります。それが多分梢の歌などにおける弱い立場の人々への同情ですね、そういったことの根本にあるんじゃないかなと思っています。疎開から以降のことを教えてください。丸山先生と美代子さんが住んでいた東京中野の家は昭和20年、1945年の空襲で焼けてしまいます。そこで、丸山ご夫妻はですね、つてをたどりまして、山形県岩根沢に疎開するんですね。そこで、丸山先生は当時の国民学校、
今の小学校ですね、その代用教員になります。小学校の先生になるんですね。そういう暮らしをしながら、終戦をまたぐことになります。そして、終戦を迎えた後、やはりまあ本格的な文学活動をするのには、東京に戻った方がいいだろうと、思いまして、まずはあの本籍地の、豊橋にですね一旦、戻ってくるわけです。本人は、一時的なつもりでした。ただ、ちょうどその時にですね、上海にあった、東亜同文書院から、引き上げてきた、先生や学生によってこの私たちの、まあ、愛知大学が創設されていたんですね。その愛知大学から、客員講師を依頼される。そこでまた、丸山先生の人生の方向が変わってきます。結局丸山先生は、そのままこの、詩人としての活躍と同時に、この愛知大学の先生を続けていくことになるんですね。そして、1959年に、私たちのこの、愛知大学短期大学部、女子短期大学部が創設されます。そうすると、丸山先生は、愛知大学客員、今度は教授としてですね、文学部と新設のこの私たちの女子短期大学部を教えるようになる。そして、1964年に、愛知大学短大部学生科校歌ですね、梢の歌を作詞なさることになります。結局そのまま丸山先生は1974年昭和49年に亡くなるまで、その年に75歳でお亡くなりになったんですけれど、生涯をこの豊橋の地で愛知大学の先生として過ごすことになるんですね。この間、愛知、静岡、岐阜を中心に全国60校近い小学校、中学校、そして高等学校の校歌を作詞なさっております。嵐が森に騒ぐ夜は、高い梢の巣に眠る小鳥の夢も覚めがちに、ああ絶え間なく揺れてるように、我が行く道に灯す火は、恐れの中に不死なびき、ああなびき不死炎揺らぐ。光が森に刺す朝は、寒い枝間の巣に育つ小鳥のひなも羽ばたいて、ああ一羽ずつ飛び立つように、我が明日の日の幸せは、望みの彼方立つ虹を、ああ虹くぐり雨かける、ああ虹くぐり雨かける。今私たちが朗読したのが短期大学部学生科の梢の歌です。この歌詞の内容を詳しく教えてください。はい、まず校歌にしてはだいぶ変わってるということに、お気づきだと思います。なんといっても学校名を歌い込んでおりませんね。それに学校を褒めたたえるような言葉も一言も入っていませんね。つまりこれは学校を褒めたたえるための校歌ではなくて、あくまで歌っている学生の皆さん自身のための歌なんだということになるわけですね。歌っている学生の皆さんを小鳥に例えて、そしてその不安な心に寄り添い慰め、そして励ますためのそういう効果なんですね。これは丸山薫の文学に現れる弱者への同情という特徴が分かりやすく
この歌っている学生の皆さんの心に寄り添い染み込む、そういう言葉でできている、そういう効果だと言えると思います。朗読して感じたんですが、1番2番通して初めてメッセージが伝わる気がしました。そうですね、1番だけだと、不安なままにね、終わってしまうような歌になりますから、それが2番の最後まで歌うと見事に心が解放される、そういう効果になっていますね。つまり嵐が収まって素晴らしい朝になった、不安な夜が終わった、私たちも我が明日の日の幸せに向かって、希望の虹に向かって羽ばたくことができるだろうと、もう私たちはもっと未来に希望を持っていいんだよと、そういうふうに今励ましてくれる、そういうような歌だということが言えると思います。丸山薫先生が作品に込められたメッセージはどんなことだったんでしょう。それに関係して、もう一編丸山先生の詩、詩人の友を、紹介いたします。この作品は敗戦後、まだ間もない1946年、昭和21年、雪深い山栗である、岩根沢の自然と、人々の中、小学校の先生をする暮らしの中で、発表なさったものです。これは、自分は破れたものや、虐げられたものの味方でいようと、詩人というのは何よりもそういう弱い立場の人々へ味方する、そういう存在じゃなきゃいけないんだと、そういう決意を宣言するような詩作品なんですね。梢の歌にも通じるものがありますね。本当にそうですね。やはりこの丸山先生の文学に共通するものは、挫折を抱えた人たちへの優しさ、あるいは弱い立場の人々への同情やいたわりだということが言えると思います。丸山薫先生が作られた短期大学部学生歌梢の歌の詩碑が豊橋キャンパス内の旧短大本館跡に設置されています。この詩碑は愛知大学短期大学部創立60周年の記念の授業として、同窓生の方々のご尽力により建てられたもので、2019年12月15日に除幕式が行われました。こちらには詩碑の他に梢の歌の説明パネルや短期大学部旧本館の紹介パネルもあります。丸山薫先生の詩碑は愛知大学構内以外にも3箇所に設置されています。1箇所目はかつて疎開していた山形県西川町岩根沢に建てられました。またこの岩根沢には丸山薫記念館もあります。2箇所目は豊橋市の高志緑地公園にあります。また静岡県の御前崎灯台にも式が建てられています。豊橋市では丸山薫先生の業績を長く顕彰するため丸山薫賞を設けています。それでは丸山薫賞について、豊橋市役所文化のまちづくり課の夏目さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず丸山薫賞について教えてください。はい、豊橋市では日本の現代史に多大な業績を残した詩人丸山薫先生を長く顕彰するために丸山薫賞を設けています。全国から公募した詩集の中から優れた現代詩集に丸山薫賞を贈り、新しい詩精神の充実に資することを目的としています。丸山薫先生没後20年を期して平成6年度に創設され、令和2年度で27回目となりました。令和2年度は丸山薫先生ゆかりの地巡りとして、こちらの愛知大学豊橋キャンパスで見学会が開催されたと聞きました。はい、
丸山薫賞の受賞者をはじめ約40名でこちらの豊橋キャンパスにお邪魔いたしました。梢の歌の詩碑や丸山薫先生の直筆原稿など貴重な資料を拝見することができました。山形県西川町では、この町に大きな文化の火を灯した丸山薫の業績を称えるとともに、自作活動を推奨するため平成6年度に調整志向40周年を記念して丸山薫少年少女文学賞青い黒板賞が創設されました。丸山薫先生について知識が増えたから良かったです。豊橋にゆかりのある偉人について知ることができて有意義な取材でした。愛知大学で教授を務められ、短期大学部の学生歌梢の歌を作詞された丸山薫先生、その功績をいつまでも語り継ぐことが私たちの使命なのかもしれません。